オルローグカモメは、チドリモクカモメカカモメ属に分類される鳥類。種小名アトランティクスは、大西洋の海。アルゼンチン、ウルグアイ南東部アルゼンチンの大西洋岩でのみ、繁殖する。全長50から56センチメートル。翼海長130から140センチメートル。体重0.9から1キログラム。胴体は、白い羽毛で覆われる。翼は、 アンハ灰色の羽毛で覆われる。お葉は白く、黒い横縞が入る。くちばしの色彩は黄色で、先端が赤と黒の半紋が入る。交彩はアン褐色。甲子の色彩は黄色。幼鳥は全身が褐色の羽毛で覆われ、右腹や風切り歯が淡く縁取られる。繁殖羽根は頭部が白い羽毛で覆われる。非繁殖羽根は頭部が褐色の羽毛で覆われ。 眼下部に三日月状の白い半門が入る。植生は動物食で主に甲殻類や貝類を食べるが、魚類、動物の死骸なども食べる。海岸や吉原を飛翔しながら獲物を探し、水面で獲物をかすめ取ったり急降下して獲物を捕食する。繁殖形態は卵生。集団繁殖地を形成する。海岸や三角州にくぼみに草を敷いたり草を、 積み上げた様々な巣を作り、1回に2から3個の卵を産む。ゴミ捨て場などで残飯をあさることがある。開発による生息地の破壊、食用としての卵の密量などにより、生息数は減少している。1992年における生息数は1100から1300ペアと推定されている。ありがとうございます。